男性が愛する女性のことをもっと愛したくなるのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってあります。合わせてご登録ください。男性が好きな女性、愛する女性をますます好きになる、ますます愛するようになる、それにはどんな理由があるのか、その瞬間はどんな場面なのか、今日はそんなお話、7つのポイントでご紹介をしていこうと思います。そもそもね、男性はどんな女性を好きになるのかとか、どんな女性を愛するようになるかという話については、これまでね、このチャンネルでは随分いろんな動画でご紹介をさせていただいています。最近の動画ではね、こういう動画の中でご紹介差し上げたかな、こちらに画像出ていまして、こちらにね、リンクが出ていると思います。このあたりの動画とか、あと関連する動画、このチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご確認いただければいいんだが、今日は、彼がね、あなたのことを好きである、あなたのことを愛していますよね、そんなことは大前提として、その好きとかね、愛しているという感情をますます大きくしていく、ますます彼に好かれる、愛されるようになるためにはどんなアプローチがあるのか、そんなお話をね、ご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げるお話、すべてのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にリンクが出ています。そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近畿の日程が大変混み合っていて、ご希望の日時取りづらくなっています。少し先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで、今日はあなたのことを好きな男性がもっと好きになるにはどうすればいいかという話、7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、あなたの新しい顔が見えた時、またそれを彼が見つけた時ですよね。男性はね、女性と比べて恋愛感情の下がる速度というのが早いんです。女性も下がっていくんだけど、男性はね、より早い。しかもお付き合いをね、始まって最初のうちはね、ものすごく高いんです。しかしだん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 下がっていく。なぜならばもう自分のものだから、もう逃げていかない安心感、これがあるから、基本的にね、恋愛感情を抱かなくてもそこにいてくれる、それをアピールしなくてもいてくれる。好きか嫌いかといえば好きなんですよ。愛しているか愛していないかといえば愛しているんです。しかしお付き合いの当初のような熱烈なね、アプローチっていうのがなくなってくる。そういう感情自体もね、少し落ちてきている。しかし新しい顔が見える。あ、彼女ってこういうところあったんだ、あ、こういうこともできたりするんだ、あ、何、こういう趣味とかもあったわけ、みたいなことがあったりすると、それが新鮮なんですよね。男性はなぜ恋愛感情が最初は高いのか、それは早いうちに奪わないと他のオスに取られてしまうからですよね。そうなる前に自分がね、気持ち高めて女性を奪いに行かなければいけないという、ある意味本能に紐づいた欲求なんです。ということは、またそこにね、今までずっと一緒にいる人なんだけど、新しい顔があった、あ、俺の知らない女性だったんだ彼女は、ということはもう一回奪いに行かなければいけないぞ、ということで恋愛感情バーンと高まっていくと、いうことなので、これは見捨て方というか、あなたと彼とのね、お付き合いの仕方っていう問題もあるんだが、できればね、自分のことって最初にお伝えした方がいいんですよ、全部ね。とはいえ、一緒にお付き合いをしていきながらもね、まだまだ見せていないあなたっていうのもいると思うんです。そういうのをね、ちょいちょい見せてあげる。実はこんなことできたりするんよとかね、私こんなこと考えたりもしてるんよとか、実はこういうことを新しく始めようと思ってるんさ、みたいなことを、ちょいちょいとこう彼に見せてあげたりすると、そのたんびにね、やっぱり彼にとってはそれが刺激になるんですよね。あ、やっぱり新しい女だ。あ、ここにも新鮮な女性がいる。奪いに行きたいぞっていうね、そんな欲求がずっとこう高い状態に維持することができたりするので、これだからね、さっきも言ったように男性にありがちな傾向ではあるんだが、女性もね、ある意味同じだったりするから、ずっとね、一緒に長くお付き合いをしているさ、旦那さんとか自分の彼とかさ、どっかでね、こんなもんかって思ってしまったりするけど、でも何かね、こう新しい顔が見えたりとか、あ、何、この人こういうこともできたんだとかね、あ、何、この人こういう一面もあったなんて思ったりすると、それでちょっと新たにこうドキドキしてしまったりすることとかね、あ、
やっぱりこの人いいかもというふうに彼の良さを再認識することってあると思うんですよね。まあ、そういう意味で新しい顔を、まあ、あんまり頻繁に言ったのはね、現実感はなかなかないと思うんだが、時々ね、ちょっと見せてあげるっていうことを、まあ、頭の片隅に置いていただきながらお付き合いをしていただくと、まあね、彼の恋愛感情というのは下がらず、むしろ上がっていく。そしてそれはね、まあ、性的な欲求に、ね、基づく問題でもあったりするから、彼の性的な、ね、興奮度、というのもあなたの新しい顔は、ね、見えるたんびに上がっていくという話、こういう動画の中でご紹介差し上げたことあります。こちらに画像があって、こちらにリンクもあるんでね、まあ、このあたりの話をちょっと絡めてみて考えていただくと、あ、ちょっと別の顔って見せてあげた方がいいかもということも、まあ、感じていただくことができるのではないでしょうか。さあ、そして2番目はこちらです。はい、彼が大事にしているものを大事にしてあげてください。まあ、これもね、当たり前だし、多分あなたもそれはね、ごくごく自然にやってると思います。まあ、お互いね、大切に思い合えている関係であるならば、相手が大切にしているもの、それは大切にするでしょうと。ただとはいえね、やっぱりこうお付き合いがちょっと長くなっていったりとか、まあ、お互いの関係がある程度出来上がってくると、まあ、あの人はあの人の世界、私は私の世界、まあ、それぞれね、違う世界がこう出来上がっていきながら、まあ、お相手のことに対してね、ちょっとこう無頓着になってしまいがちなことがある。何そんな趣味なんかさ、いいからさ、こっちやってよ、そんなんいつだっていいじゃないのみたいなことをさ、言ったりするじゃない。そうするとお相手はね、やっぱり自分がちょっと命かけてることとかね、ちょっとこう本気でやってることに対して、そんなもん呼ばわりされればちょっとイラってきたりとか、向かってきたりするじゃないですか。そこでね、いや、そうじゃなくて、あなたがやってることすごく大事なことだし、すごくね、それに気持ち注いでるのはすごくよくわかるし、私もね、ぜひそこに入っていきたいんだけど、今でも優先順位としてこっちね、二人でやんなきゃいけないことだから、ちょっと一回こっち向いてもらって、その後こっち行かないみたいなね、まあ、それは言い回しとか伝え方っていう問題はいろいろあるけど、基本的にはやっぱり相手が持っているもの、相手が大事にしているものに対して、それをね、こう、まあ、悪く言うというか、ちょっとね、こう投げやりの対応をしないということですよね。それはお相手のご家族に対してだってそうだし、まあ、お相手の仕事に対してもね、そうだと思うんです。そして相手が持っている持ち物にしたってさ、やっぱり相手が大事にしているものだったら、あ、私もそれ大事に扱うわっていうふうに扱ってあげると、やっぱりね、人は誰自分が大事にしているものを大事にしてくれてると、自分を大事にしているっていう、自分を大事にしてくれてるというね、まあ、そんな実感があるから、まあ、自分を大事にしてくれる人を、それはね、大事にしないわけにはないし、まあ、そういう気遣いをしてくれる人を嫌いになることはない。これは男女という話ではなくてさ、ね、あなたもそういうふうに、あなたが大事にしているものを大事にしてくれる人がいたら、なんかね、あ、すごくいいなっていうふうに思うかもしれないし、あ、やっぱりこの人でよかったっていうふうに思うことあると思うんですよね。まあ、そういう意味で、あえてね、こう、私はあなたが大事にしているものを大事にしてるんよ、私も大事だから、あなたも大事よ、だけどあなたが大事にしているものも大事なんよっていうことを、まあ、示してあげるといいし、またそういうふうにね、言ってくれる、またそういうふうにあなたが大事にしているものを大事にしてくれる人とね、一緒になったりすると、まあ、その愛情というのは消えるどころか、ますます高まっていくというお話です。さあ、そして3番目、はい、ささやかなね、返礼をしてあげてください。返礼というのは、まあ、いわゆるお返しのお礼ですよね。何かをね、彼のためにやってあげる、彼のためにあなたがね、そうしてあげたいと思うからそうする、それはそれでいいでしょうと。ただ男性の多くはね、みんながみんなそうじゃないですよ。なぜ自分が彼女にそうやって尽くされてるのかがよくわかんないんですよね。だからそれは、あ、彼女がやりたがってるからそうなんだ、以上ありがとうっていうことで終わってしまう。しかし彼が何かやったことに対して、それに対してありがとうとかね、それに対してこれお返しだよっていうふうに言ってあげると、男の人ってね、そのロジックのある、まあ、お返しというか、まあ、ロジックのある義理人情みたいな話でね、結構好きなんですよね。自分がこうやったことがちゃんと返ってくる、何かが起こったことに対して、あ、こういうことをやってくれたから、やったからやってくれるんだというような理屈が通った行動ってすごく腑に落ちやすいから、すごくありがたいんですよね。それをね、覚えてくれている、あ、それを評価してくれている、それは、彼がね、あなたにちょっと、まあ、ご飯をご馳走したことなのかもしれないし、まあ、いつもよりもね、ちょっと早く帰ってきてくれたことなのかもしれない、まあ、ちょっと忙しい合間を縫ってね、あなたと電話で話をしてくれたことで、ことかもしれない、それは何だっていいですよ。それに対してね、この間こういうことやってくれてありがとう、この間こういうふうにやってくれたことに対して私感謝してるよ、
ありがとうみたいなことを言ってあげると、あ、そうなん、いや、そういうとこちゃんと見てくれてんだ、いや、本当いい女だなっていうふうに、まあ、単純にね、思ってしまうことがある。まあ、なので別にそこにお金かける必要は全くないし、まあ、言葉だけでもいいし態度だけでもいいんだけど、まあ、もちろんね、お金かけられるんだったらかけたっていいんだが、何かね、なんでそうするのかということについて理由を説明してあげて、なおかつそれがね、あくまでもあなたの行為に対してのお礼なんですよという見せ方をすると、まあ、男の人はそれだけでね、結構ドキマキすると。まあ、これはだからね、男女という問題に限らず人と人との関係でもさ、やっぱりこうお礼をされるとね、すごく嬉しかったりするじゃないですか。自分にやったことに対しての報いが返ってくる、それを覚えてくれてる人がいる、それによってね、お相手に対する好感度ってね、それは同性同士でも上がっていくわけで、男性の場合はそれがね、より感じやすい。しかもそれは身近でね、自分が大事にしている女性で、もう普段ね、生活いつも一緒にいるから、あんまりそういう細かいことはね、もう考えなくてもいいのかなと思ってるところで、そういうことを考えてくれる、あ、やっぱり好きだ、いや、もっと愛したいなと思うようになるというお話でした。さあ、そして4番目こちらです。はい、今の話にね関連するんですけど、あなたの気持ちを言葉にして話をしてあげてほしいんです。まあ、あなたの気持ちの理由ですね。まあ、なぜかというのはね、もう言うまでもなく、このチャンネルの中では一貫したテーマとして申し上げています。男性は女性の気持ちがよくわからないからなんですよね。彼はあなたの気持ちを察することができないんです。彼があなたのことを好きとか嫌いとか、彼にコミュニケーション能力がね、高いとか低いとかという話は全く関係なく、機能として、また男性のね、持ってる能力、生まれながらの資質としてね、やっぱり人の気持ちがね、まあ、女性の気持ちがわからないんですよね。まあ、女性はね、女性で男性の気持ちがわからないことっていっぱいあったりするじゃないですか。ね、なんで私の気持ち分かってくんないんだ、ひどい、いや、じゃあお前は相手の気持ちは分かってんのか、それは分かってなかったりしますよね。どっちもどっちなんです、お互いに。まあ、だから彼は彼でね、彼の気持ちをあなたに話さなければいけないんだが、まあ、ここではね、ちょっと今男女という話逆にしてるんで、あなたがなぜね、そう思うのかということについてしっかり説明をしてあげる。まあ、怒ってるのも分かりますよ。まあ、ムカついたりとか喜んだりする気持ちも分かります。じゃあ、なんで自分がそれをムカついてるのかとか、なんで自分は喜んでるのか、かくかくしかじか、こうだから私嬉しいよ、だから、あなたは同じことを今後もやってね、いや、だから私ムカついとるんよ、こういうことをだからやられたら私イラつくから、今後こういうことはやんないでねっていうことを言ってあげると、彼は以後あなたの言葉に従ってあなたが喜ぶことをやるし、あなたがムカつくことはやらなくなるんですね。それだから彼にとってはストレスがなくて心地いいんです。だから一緒にいたい。そこでね、なんかね、とりあえずプンプン怒って、いや、そんな自分で考えなさいよとかね、ね、ちょっとそういう私の気持ちが分かんないな、最悪だみたいなこと言われるから、いや、ちょっと、これなんだ、ちょっと俺はどうしたらいいんだみたいなことになって、もうどん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 ね、こう気持ちも冷めていってしまうことがある。繰り返し言いますが、男性女性ともにですよ。だから男の人は男の人でね、言葉を発さなければいけないし、女性は女性でね、言葉を発しなければいけない。だから結局言葉をどれぐらい積み上げるかという話は、もうこれもね、ずっと言い続けてます。こういう動画でもね、最近は、ご紹介差し上げていると思います。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるので、まあ、こちらをね、ちょっとご覧になっていただきながら、やっぱり言葉をね、積み重ねる。特に自分がね、なぜそういう感情を抱いているのかとか、まあ、なぜね、そういうふうに思っているのかということについて説明をしてあげるだけで、お互いストレスがない、お互いね、心地よくなるということで、あなたへの愛はどん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 深まっていく、高まっていくというふうにお考えになっていただいていいと思います。さあ、そして、5番目はこちらですね。はい、まあ、今の話にね、これもまた関連するんですけど、やっぱりね、新しい共有体験をしていくことです。まあ、人はみんなそうなんですけど、何かね、こう新しいことを積み上げていった時に、その体験って必ず記憶の中に留まっていくじゃないですか。そしてその体験が2人にとって刺激的で、面白ければ面白いほど、その体験の中にいる、記憶の中にいるあなたに対するイメージがどん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 良くなっていくんですよね。だから結婚相談所のさ、パーティーとかね、まあ、いわゆるお見合いパーティーみたいなもので、まあ、一緒に料理作らせたりとかさ、なんかバーベキューやらせたりしたりするじゃないですか。あれはあれでね、だからそういう意味で意味があるんですよね。新しい共有体験を一緒にしていくことで、それが楽しいとお相手に対する印象ってね、すごく良くなっていく。だからね、どうしてもこう付き合いが長くなっていったりとか、お互いのことがある程度こう知れてくると、まあ、なんとなくね、もうその2人の関係そのものがルーティン化していって、同じことの繰り返しになっていく。新しい体験がないから、なんとなく お互いに対する印象が常にね、こう、まあ、刷新されないというか、一番目にも言ったように新しい顔がお互い見えない。だから刺激がなくて、あとは気持ちだけがね、だん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 下がっていってしまうようなことがある。もちろん
新しい体験をしなくてもね、まあ、お互いに、いいところ見つけ合ったりとか、お互いにね、新しい顔を見つけ合うことで刺激を与え合うことはできるんだけども、まあ、より分かりやすくね、まあ、別にそれはなんか旅行行くとかさ、キャンプ行くとかね、そんな大げさな話じゃないにしても、ちょっとした新しいね趣味を見つけてみるとかね、まあ、普段だったら2人では絶対行かないようなさ映画とかをたまには2人で行ってみるとかね、まあ、何かしら新しい共有体験をしていくことによって、そこでね話題が生まれ、新しい顔が見えて、そしてお互いの刺激になって、ますます相手に対する愛情が深まっていくというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして6番目こちらです。はい、信じて委ねて手放すというね、これも出ましたっていう感じですけどね、まあ、最後の最後はこれしかないんですよね。どんなにさお付き合いが深かろうがさ、どんなにね長く一緒に生活していようが、他人は他人でしかないんですよね。それは親子だろうが夫婦だろうがさ、みんなそうなんです。じゃあ相手が本当のところでね何を考えてるかってさ、正直わかんないですよ。どんなに小手先テクニックを使って相手の気持ちはねこうやらわかるみたいな話をやったところでさ、わかんないんです。じゃあどうするか、そのわかんない部分を何で埋めるかって言ったら、やっぱり信じるしかないんですよね。あなたとお付き合いをしましょうとかね、俺は君のことが好きだよというふうにお互い合意をし合って一緒にいる関係であるならば、その合意をね信じるしかない。あとは彼の行動であるとか態度を見てね、彼があなたのことを愛してくれてるんだなっていうことがわかるんだったら、それをね信じろと。もちろん信じた結果ね裏切られることはあるかもしれない。でも裏切られたらそれはそれで残念ながら縁がなかったっていうだけの話だから、そこで疑ってさ、じゃあギクシャクして結局関係がおかしくなったところで、まあ、結局同じ話じゃんっていうことなので、もう信じて委ねて手放すと。そしてあなたがね信じて委ねて手放すから、彼もあなたに対して信じて委ねて手放してくれるんですよね。人は誰であれやっぱり信じられればさ、その信じてくれる人の思いに応えたいと思うじゃないですか。その人を裏切りたくない、普通に思いますよ。それを裏切っても平気なやつだったら、まあ、そもそもあなたの相手じゃないから、いなくなってくれてよかったねっていうふうに、まあ、思っていただくぐらいの感じでね、ある程度こうお互いが、好きだよねとか愛してるよね、だから一緒にいよいよ付き合おうよという関係で出来上がってる関係だったら、あとは信じて委ねて手放すと、結果的にねそれはあなたへの愛として返ってくる。だから執着を手放す云々みたいな話も、ね、これもこのチャンネルの中での一貫したテーマとしてずっと差し上げてます。まあ、このあたりの動画とか、まあ、再生リストとかの中でね、まあ、話まとめてるんで、このあたりの動画をいくつか、ね、ご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像が出ていて、動画リストのリンクここに出てるんで、まあ、こちらを合わせてご覧になっていただきながら、執着を手放すと、信じて委ねるというと、あなたはますます愛されるというお話でした。さあ、そして最後7番目です。はい、これはね入れなくてもよかったんですけど、一応入れておきました。あなたがいなくなると、彼はあなたをもっともっと愛するようになってしまうというかね、あなたのことをもっともっと好きになってしまうという話です。まあ、これはね実は男性も女性もそうなんですが、今までね手元にあったもののありがたみってさ、いなくなって初めて分かったりするんですよね。いなくなって初めて、あ、やっぱり好きだったんだとか、やっぱり愛してたんだって思うことってあったりするじゃないですか。あなたもね、もうこの人は本当気持ち悪いし、もう本当鬱陶しいし、面倒くさいし、私の気持ち分かんないし、もうどっか行ってくんないかなってね、こう思いながら本当にどっか行っちゃったらさ、まあ大騒ぎするわけですよね。やっぱり好きだったみたいな、やっぱり彼が一番だったみたいなね、何を言ってるんだということって結構あったりするじゃないですか。それは男性も同じでさ、あなたに対して結構ねデタラメな付き合い方をしてたりとか、あなたの信用をね、まあ、あなたの信じる思いを裏切るのって平気でする割には、あなたがいなくなったらね、いやちょっと戻ってきてくれよと、やっぱり俺にはお前しかいないんだみたいなことを、まあのたまってみたりとか、いなくなって初めてその人の価値が分かることがある、手元にあっていなくならないということが分かっているから安心しきってね、その愛を育てていこうという気がなくなるんだけど、いなくなってしまった時に初めてそれが分かって、愛情がねバーンとこう上がっていくことっていうのは、まあ、いいか悪いかさ、あんまりいいことでもないんですけどね、まあ、心の動きとしてそういうことありますよね。まあ、だからといってね、あなたがじゃあ彼の前からいなくなるっていいかってさ、そういう話ではないので、まあ、多少ねでも脅しとしてそれぐらいのことはしてもいいのかなとは思います。まあ、脅しって言い方も良くないかもしれないけどね、あんまり舐めたことしてんだったら私どっか行くよとかね、いやちょっとそういう付き合い方とか私の信用を裏切るんだったら全然付き合ってならない、話にならない、さよならみたいな、まあぐらいの、態度はお示しになってあげていただいて、それで彼がね、あ、やばい、いなくなれたら困る、ね、もし万が一彼女がいなくなったらどうなるんだ、俺は困ってしまうぞというような、
まあ、そういう不安や心配を煽ってあげるぐらいのことはね、まあ、してあげてもいいと思います。いや、彼があんまり舐めたこと言ってんだったらね、別に舐めたこと言ってなくて大事にしてくれてるんだったらわざわざそんなことする人はないんだけど、まあ、時に使い方の問題ではあったりするが、あなたが彼の前からいなくなる、まあ、ちょっとね 2,3 日実家に帰るとか、ちょっと 2,3 日会うのやめようみたいなことを言ってみるということをしてあげると彼の愛情はバーンって上がっていくという話で、あんまり使いすぎるとね、これはこれでどちらかというとマイナスに作用することも多かったりするんで、まあ、ここは使い方注意ということで、まあ、考えておいてください。ということで、全7項目ご紹介をさせていただいています。冒頭にも申し上げたように、あくまでもね、ある程度こうお互いの関係が出来上がっている、お互いに好意がありますよ、愛情がありますよというような関係が成立しているという前提で、まあ、その愛情なり好意をね、まあ、大きくしていくための関わり方というふうにお考えになっていただくといいと思います。まあ、特に7番目ぐらいの話はさ、ちょっとね、マイナスになってしまうこともあったりするから使い方注意ではあったりするんだけど、ただね、まあ、お互い何もしないでずっとね一緒にいるだけで愛情が深まっていくかっていうと、残念ながらね、まあ、そうじゃなくて、やっぱりこうお互いこう歩み寄っていきながら、まあ、お互いがね、お互いを良くしていくための努力っていうのをし続けていかないと、どうしてもね愛情とかって冷めていってしまうので、じゃあそのね、まあ、努力というか、まあ、その工夫みたいなものをどうやっていこうかなっていうふうに考えた時に、まあ、この辺をね、まあ、一つこうアイデアとしてお考えになっていただくと、まあ、いいんじゃないでしょうかというようなお話です。まあ、参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。